けられてはいないな。さてどうする？よく考えろ。赤い眼鏡でお下げ髪の少女、俺の薬 NMC0204 を作った。学校にいたのはあのドロイドだ。あの学校で何をしているんだ？それに雰囲気も少し違っていた。 DD426、 記憶喪失の原因に間違いない。だが誰が、どういう意図でこんなものを。森村千尋の働いていた保健室にあったもので、俺の持っていた薬と同じラベルには蛍光 NMC0204 とある。泉十郎、薬を2種類投与されている。 NM 薬 A8075 か。俺は別の世界から来た人間で、森村千尋が話していた次の作戦、イージス作戦が実行されると、この世界から脱出ができなくなる。それで俺が殺したのか、森村千尋を。冬坂伊織はどうやら俺の彼女の子か。俺はどうす。校門前ですれ違った女性とは南夏野だ。この時間は帰宅しているだろう。朝になるまで待つしかない。このメモの数字は伝言ダイヤルのボックス番号とパスワードだ。持ち手の部分にエンブレムがある。車の鍵だろうか。未来の地下施設であのドロイドが使っていた銃だ。呼びかけてきた男は何者だろう。俺はあいつに指示されて動いていたのか。データユニットから記録を引き出そうとしていた。篠宮涼子、脳内ナノマシンの剥離遅延処置及び記憶結合の強化、 C0204 と C22 2種類か。 C0204 は俺の持っているものと同じだ。最後に投与されたのが1週間以上前だ。彼女は今どうなってる。薬がなければ彼女も記憶が。網口一周、投与されたのは NM 薬 A8076、 ナノマシンの薬だが違う薬だな。投与は1回、移植率 20% とだけ記載されている。普通の警官か。思い返してみればこの銃、未来の地下施設でドロイドが使ったものと同じだ。君、今手に持っていたものを見せなさい。おとなしく懐のものを出すんだ。なんだこれは、銃のおもちゃか。少し調べさせてもらう。同行願おう。待ちなさい。K
警官はうまく負けたようだな。走り回ってる間にここへ戻ってきたのか。森村が死んだことは報道されていない。死体は黒服たちが片付けたのだろう。俺がここで殺したとして、その時俺は黒服に追われていた。森村をここに誘い出したのか。どうもしっくりこないな。ここで見つけた証拠品にまだわからないものがあるな。例えば、脳内にダメージを負わせるナノマシンのウイルスプログラムのようなものだ。最終的に記憶を失うか、俺の記憶喪失の原因に間違いない。南、彼女、このメモ、ボックス番号とパスワードだ。これは俺が持ってエンブレムのついた鍵。俺は車にでも乗っていたのか。お、エンブレムの部分がボタンになっている。押してみたが、どこかで音がしたとか、特にそういうのもないな。近くにはないだけか。なんだ、誰も乗っていないバイクが。もしかして鍵のボタンで来たのか。音声認証登録者、ロックの解除には鍵が必要です。音声ナビ、いや違うな、自動運転のロボットバイクだ。音声で応答できます。次の目的地を指定しますか。おい、これは誰のバイクだ。敷島 SXR-NR、 運転登録者は関ヶ原栄、森村千尋、以上2名です。俺と森村、このバイクに乗っていたのなら俺がどこにいたのかが分かるはずだ。移動の記録が残っているな。表示できるか。走行ログ表示、地図上を随分うろうろしてるが、何度も訪れている場所は2カ所、桜高校以外では1カ所だけだ。目的地にセットしますか。ああ、その場所に案内してくれ。おい、俺は何か残していないか。すみません、もう少し正確に表現してください。メッセージを記録していないか。関ヶ原栄の記録は2件あります。本当か。再生しますか。ああ、やってくれ。見つけたか。俺の、つまりお前の勘が当たった。このメッセージを残すのは万が一のため。予想より早く記録を失った場合を考えてだ。脱出のためにお前がやらねばならないのは、2188年の記録データを手に入れること。そしてもう一つ、こっちが優先だ。森村千尋のイージス作戦を
訴すること。森村は表向きの職業として桜高校で養護教諭をしている。必ず止めるんだ。頭痛がひどい。残り時間は少ない。新たに分かった情報を残しておく。冬坂伊織がゲートにアクセスした履歴を確認した。使われた ID は森村の生体 ID で間違いない。冬坂伊織が森村千尋だ。それで俺はイージス作戦を止めるのか。どうする？そんなの決まってる。そうだろ。再生終了。冬坂が森村、どういうことだ。俺は何をする気だったんだ。目的地に到着。案内を終了します。ここか。こんな場所に何があるんだ。空いていないな。目的地はこの工場で間違いない。誰かと思えば関ヶ原か。また面倒を起こしに来たのか。どうした？いや。さては、ついに記憶がなくなったか。お、なぜ、それを。その様子じゃ、ちゃんと思い出せてないな。よくここまで来れたもんだ。俺は、ここで何を。おかしいな。沖野。どいてどいて。君は？やはり 32% 程度ではうまくいかないのか。僕はわかるだろ。いや、知らないな。そんなわけはない。集中して。おい沖野。僕の顔をよく見て思い出すはずだ。待ってくれ。これはまさか。2104年の地下施設でドロイドが作った薬だ。 DD426 の作用を遅らせる効果がある。第三世代19番騎兵じゃないか。こんなところに転移していたとは。この建物は騎兵の格納庫なのか。君のしつこさには負けたよ。やはり沖野だ。こんな格好までしたのに見つかるとはね。あの事件以来隠れているのか、セクター5に。DD426 の作用を止めたい。お前は詳しいんだろ、DD426 のことに。あの戦場で撒かれたコードだ。君は撒いた犯人を知っているか。いや。どうだかな。僕が身を隠す理由だよ。
誰も信用できない。もちろん君もだ、関ヶ原エイ。お前も戦場にいたのに、症状が出ているようには見えない。君もそうだ。俺は作用を抑える薬を飲んでる。薬？これだよ。なるほど、優先処理の追加コードか。それでは直せない。そりゃそうだ、無意味な処理で時間稼ぎしてるだけだ。お前は治ってる。作用を止められるんだろう。それは無理だ。1年前くらいかな、426の作ったこのコードを見つけた。 DD426 をね、 D コードを分離するため自分に試したんだ。それであの戦場では効果がなかった。僕はすでに記憶を失ってる。嘘をつくな、記憶喪失には見えないぞ。記憶を自分のナノマシンに移し、僕と同じ人格を持つよう模擬人格を作ったんだ。お前は沖野の真似をするプログラムなのか。元が模擬人格でも今は脳に定着してる。今の僕は沖野司だ。沖野司の記憶を持つ沖野司の人格。君から見れば何も変わらない。だが別物だ、以前の沖野とは違う。人間は常に変化するものだ。記憶を失わなくとも以前とは違うだろ。やれやれ、僕を探して君が大騒ぎしたせいで同時博士が僕を拘束しようとしている。君にも見つかったし、ここが引き際だな。おっと、ちょうどいい。お肘山くん、ここよ、助けて。おい、キリコさん。どうしたんです？彼が。なんだ貴様は、どこから入った？あとはお願い。待て沖野。貴様、機密を見られたからには同行してもらうぞ。沖野め、沖野、思い出したか。沖野司、セクター5でお前に会った。いいぞ、お前は AI だ。ん？それだけ？肝心なことをまだ思い出せてないな。もう一度よく見てみろ。沖野、体をくっつける必要はないだろう。沖野、嫉妬している奴がいるが気にするな。誰が？思い出せ、関ヶ原エイ。君がここに何をしに来ていたのか。具合はどうだ？頭が割れるようだ。薬は？効いてない。あんなに飲んでてもダメなのか？準備できたぞ。そうだ、一つ聞いておきたいな。嫌がっていたようなのに結局この方法に頼る、心変わりの理由は何だい？何も変わっちゃいないさ。こんなのは最悪だ。だが忘れたくないことがある。
お前のその憎たらしい顔とかな。その記憶はしっかり保存しておくよ。手順をもう一度説明してくれ。いいだろう。君に記憶抽出のコードを追加する。記憶は随時保存されるが、意識そのものは保存できない。だから模擬人格を作って。記憶の保存だけでいい。 AI に乗っ取られるのはごめんだ。君と同じ思考結果になる模擬人格が脳と連動する。つまり脳の補助を行うんだ。意識の在り方、思考の仕方を脳に学ばせて、最後は君自身の脳が判断していく。俺は自分が嫌いだ。模擬人格はいらない。仕方がない。では記憶のみ抽出する。抽出した記憶は君のナノマシンに格納される。D コード V が剥離した時、接続するようセットしておく。脳の損傷が予想よりひどく、廃人になったら無意味ではあるが、記憶の保存には脳内のマップが必要だ。ここにある機材では1回のスキャンはせいぜい 30% 前後だ。何度か通う必要があるぞ。始めよう。そこに座って。君の脳内のマップを作成する。あいうえおから行こう。あのつく言葉を思いついた順に言ってくれ。それに関連することを思い浮かべながら。ああ、赤、雨、明日。つけられてはいないな。さてどうする。よく考えろ。このメモの数字は伝言ダイヤルのボックス番号とパスワードだ。伝言サービスの数字だったとは、一体誰からのメッセージなんだ。未来を選択しろ。俺は関ヶ原エイ。お前だ。これを聞いてるお前は記憶を失い混乱しているだろう。だから俺は親友にメッセージを託した。彼はおそらく南夏野と共にいる。もう時間か。
最後にこれだけは覚えておけ。仕事を完遂しろ。俺たちのためだ。いいな。どういうことだ。伝言サービスの内容を信じるならば、南夏野が俺の過去を紐解く鍵となるのは間違いないだろう。信じるならばな。しかしまずはデータユニットだ。南夏野を調査するならば個別に確認を行っても遅くはない。それよりどう彼女に接近するか。冬坂に協力してもらい、南夏野と接触する手もあるが、これ以上彼女に迷惑は。待てよ。冬坂と出会った朝、部室によると言っていた生徒も南夏野ではなかったか。明日の放課後、部室棟へ行ってみるか。冬坂はまだ正門で俺を待っていたな。だがまた物騒なことになるかもしれない。これ以上彼女を巻き込むわけには。冬坂の言う通り、黒服が校内を張っている。こっちもか。ちょっと尋ねたいんだが、陸上部の部員はどこにいる？私たち陸上部ですが、何か用ですか？南夏野という生徒を探している。南、外周走りに行ってまだ帰ってきてないよね。そうですね。外周、ありがとう。あれは俺の荷物と言ってメッセージを持ってきたあの子だ。やはりこの学校にいたのか。からかっているのか。何か企んでいるな。南夏野か。てめえ、なっちゃんに何しやがる。待って、ゆきちゃん。だってこのバカ、なっちゃんに銃を。二人ともやめて。わかったよ。俺を知っているな、
どういうことか教える気はあるか。東雲と同じで本当に忘れてるんだな。おかげでお前がわからない。今は誰の味方なのか。お前たち、俺をこんな場所に誘い込んで何を始める気だ。目的は彼でしょ。彼、これは前に俺の映像を映した。違う。お前に渡したのはこいつじゃない。特務機構が用意した別のユニットだ。ああ言えと指示されたんだよ。特務機構、黒服たちさ。お前は一体何者なんだ。ユキ、高宮ユキだ。黒服の関係者か。厳密に言えば違う。ではなぜ奴らに協力をしている。仕方がねえだろ、なっちゃんが目をつけられてる。黒服があの映像を俺に。なぜだ。高宮ユキ、土手でユニットを俺に渡した女だ。記憶を失う前の俺を知っているようだが。これはあの声の言うデータユニットか。あなたにメッセージがある。メッセージ、あなたに見せてって彼に頼まれたから。なっちゃん、君がメモリを一時的に消去したのは俺のせいか。俺がイダとグルデン、お前を騙していたこともみんな知っていたんだな、三浦。知らないだろうが、君が嘘をかけたんだ。そうか。解析が終わっていたあの記録データを見せなかったのは俺を思ってか。知らないっていいこと起こる。いいや、知るべきだ。俺の過去、どんな汚い男かを。このメッセージから記録をリンクしてくれ。レディーサマラ、頼むよ、ミウラ。2188年のあの記録を。それでターゲットはナノマシン研究の第一人者、森村千尋だ。入面者の元幹部だな。会社を去った後、四季島のプロジェクトに参加させていたが、中止になった後も警告を無視して続行している。計画が我が社に与える損害は甚大だ。違うな。何？あんたが推し進めた入面者の買収には裏取引で多額の闇資金が動いた。何を根拠に。森村の宇宙計画は買収における12の看板計画の一つだが、あんたたちは資金の偽装に使った。ところが用済みになって頓挫させた森村の計画を国際機関が拾い上げる可能性が出てきた。そうなれば当然調査が入る。あんたの地位も危ういわけだ。関ヶ原、脅しているのか。まさか。俺は殺し屋だ。仕事を完璧にするため詳細な情報が欲しいだけだ。建設中のコロニーセクター4に彼女の研究室がある。私も来月視察のため
軌道に上がる。それまでに潜入して秘密裏に処理しろ。セクター4のセキュリティ情報と警備員の身分 ID を送った。森村千尋を消してプロジェクトを止めろ。まずはクレジットを確認してからだ。どういうことだ？森村ってあの先行だろ？未来からあいつを殺しに来たのか？しかもメガネ野郎と飯田とつるんで何をやってたんだ？俺が殺し屋？やはり森村はまさか冬坂も狙っていたのか？三浦を騙していた。命令権限の変更のことか？いや違う。来たか。ドローンで俺を見ていたのか？見つけたのは偶然だよ。君と同様に私も今は死人で通ってる。セクター2の戦闘以来ずっと姿を隠しているんだ。あの2064年の戦場で誰が DD426 を使ったんだ？よく調べたな。君の騎兵が感染源だから今は君が犯人だったとされている。そのようだな。犯人が誰かはわからない。だがあの敗戦で森村千尋はイージス作戦を決めた。イージス作戦？何が変わったんだ？このありさまだぞ。セクター3は実験場として使われた。ターミナル1箇所だけだが自己防衛機能の起動に成功している。本番はセクター4だ。1980年だ。ターミナル全てを自己防衛機能で封じる。それがイージス作戦だ。そしてそうなればループ不可能となる。ループというのは時間を戻ることだろう。転移とは違うのか？この世界は生まれてまだ15年しか経ってない。君のいた2064年も2049年より以前は存在しないんだ。存在しない？だがここは2025年だろ。過去でも未来でもない。5つのセクターはそう作られた。別の世界から君たちが来た時に。適当なことを言うなよ。その別の世界とやらを証明できるのか？三浦から記録の話を聞いたはずだ。記録？2188年の記録だよ。私もそのデータを調べていて分かった。どうやらそこが本当の世界で我々はいずれ戻るはずだった。だがなぜか戻る時が来る前に世界は滅ぼされる。狙ったのでなくいたずらだったとしたら恐ろしい事故だ。我々が怪獣や D と呼ぶ侵略者が
全セクターの中枢を制圧したとき、5つのセクターがリセットされ、世界はもう一度作り直される。もちろん、君たちもだ。私と森村は、時間を戻ったわけじゃない。そのリセットを飛び越えてきたんだ。顔色が悪いぞ。薬がいるんじゃないのか。その薬を森村に届けたのは君だろ。泉と東雲君のために。君たちは回復の見込みがない。だが助かる方法はある。何？記憶が消える前の君たちを作り直された世界に連れて行ってやろう。 DD426 の作用もそれで消える。できるのか、そんなことが。それで俺に何を望む？ループだよ。イージス作戦を止め、もう一度やり直す。協力してほしい。まだ私の話を信じられないか。ああ。記録を見れば真実だとわかる。17番騎兵を見つけてほしい。彼がコピーを取ったのは分かってる。次の世界でも役立つデータだ。手に入れたい。そこにドローンがあるだろう。ドローン？これか。おっと、まだ起動させるな。それはただのドローンじゃない。彼だ。三浦？彼は騎兵がランダム転移する前、自分をそのドローンに移して脱出した。セクター2で保護したんだが、どうやら私のやり方に反対でね、協力を拒まれた。君が私から助け出したことにしたまえ。何だと？君が一芝居打って彼からデータを引き出すんだ。騙せというのか？なぜか17番騎兵の命令権限が私でなく彼になっていて、17番の追尾も起動も行えるのは彼だけだ。協力しろ。もちろん三浦も連れて行く。何より君と東雲君のためだ。さて、学校のゲートは建物が崩れて使えない。そこの奥に新たな座標をセットした。君が使うといい。待てよ、俺はまだ。彼に悟られないよう組織に君を追わせるが、部下に事実は伏せておく。捕まるなよ。私はセクター4に戻る。無事でよかった。